凡人の君がエリートの僕を振り回すんじゃない。まったく。赤点ばっかりだ。こんなことしてる場合じゃないのに。はっ、しょぼくれ顔が似合ってるな、ベス。どうせまた赤点でも取ったんだろう。エイナ、いや、エイルさん。はい、その通りです。見せてみろ。え？問題を見せてみろと言ってるんだ。いいんですか？勘違いするなよ。レフィーとお前を二人きりで勉強させたくないだけだ。僕が先に教えておけば何の問題もない。はっはっはっは。お願いします。すごい。何がだ？ものすごくわかりやすくて、全然わからなかった問題もスラスラ解ける。僕が教えてるんだぞ。これくらいは当たり前さ。むしろできなかったら無知で叩いているね。なんか怖いけど、でも本当にすごいです。先生の授業よりわかりやすかったですし。エリートだからな。関係あるんですか、それ？大ありだ。エリートでなければ難しい問題は解けない。お前の吸収力の賜物だ。褒められた？今のエイルさんに？それだけ頭がスカスカだったらいくらでも知識が詰め込めるだろう。はっはっはっは。思い過ごしだった。いいか、このエイル・ベアトリーチェ、いつか魔法界の頂点に立つ男だ。ゆえに民草から上位階級まで、その全てを理解しなければならない。だから補習程度いくらでも付き合ってやる。おい、何を笑ってるんだ。ごめんなさい。ただなんか安心しちゃって。性格が変わってもやっぱりエイナさんはエイナさんだ。面倒見が良くて助けてくれて、それがすごい嬉しい。よし、じゃあ再開するぞ。今度は応用の問題もやっていくからな。はい、お願いします。できました。また間違っているぞ。もう100問追加だ。ちょっと待ってください。さすがにそろそろ休憩を。ボケっとするな。詰め込む知識はまだいくらでもあるんだ。僕が教えたからには赤点を取るなんてあってはならない。超スパルタ。ベル君、準備はいくらしてもしすぎることはないよ。ダンジョンについてもっと勉強もしようね。じゃあ今日はあと3冊分の問題を解いてみようか。大丈夫、300問まではないから。やっぱりエイナさんはどんな風になってもエイナさん。今日は徹夜だ。寝るな、ベス。